京都銀行、株式会社京都銀行、京都銀行、ザ・バンク・オブ・京都、LTD は、京都府京都市下京区に本店を構え、京都府内を中心に営業している、地方銀行である。京都府の指定金融機関、企業キャッチフレーズは、飾らない銀行。2004年から放映されている奇抜なテレビ CM、長い、お付き合いシリーズでも知られる。 英字表記はザバンク・オブ・京都であるが、各店舗や ATM ではザバンクフォー・京都と記されている。戦後京都では、ベンチャー企業が勃興し、オムロン、ニンテンドー、村田製作所、京セラ、ワコール等の京都銘柄と称される、地元企業を経営銀は主力銀行として支え、それら企業の発展を背景に、業用も拡大。 またそれら企業の株式を多数保有するため膨大な株式含み益を得ている。かつては特質的な業務として1945年9月第二次世界大戦の敗戦に伴う引き上げ港として全国10港が指定されたが段階的に役目は終了。1950年以降は舞鶴港が 唯一の引き上げ港にない1958年9月の最終戦である白山丸の機構で役目を終えた。この間、K 銀は地元銀行として全く経験のない引き上げ者持ち帰りの開花、両替業務を手掛け。2007年より地元プロサッカークラブ京都産んが開始のユニフォーム袖スポンサーとなる。翌年からは朝日放送朝日放送テレビ。 朝日放送ラジオの全国高校野球選手権、大会中継の提供スポンサーも担う。なお、通常は、出展地域のみで放送されている、長い、お付き合いの CM は、特別番組などのスポンサーとなった際は、未出展地域も含め全国に放映される。1923年、新安田銀行、現、水保銀行発足時に参画した同盟の銀行とは、 無関係である。京都府内の市町村と滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、愛知県、東京都に支店と出張所を持つ。戦前まで京都市内における銀行は、東京市内、現東京23区と同じくほとんどが都市銀行の支店であり、地元の地銀は小規模なものが数行存在していたに、過ぎなかった。しかも、そのいずれもが結局、 大手銀行への併合の道をたどり、京都大内銀行が安田銀行と当時福知山に本店を置いていた丹和銀行に分割状とされたのを最後に、戦時中において京都市内では地元地銀が消滅してしまった。戦後、地域産業発展のため地元資本による地銀の設立を求める声が起こり、また荷長渡辰造京都府知事も中小企業金融の充実に、 積極的であったこと、加えて、日銀京都支店を歴任した一万田直人総裁、大都会に本店銀行がないのは日本七不思議の一つであると、地元本店銀行の必要性を説いたことから、丹波、丹後地区における、戦時中の統合銀行であった丹波銀行が京都市内に進出した。すでに同行時代において、日本官僚銀行京都支店から京都府の本金庫、 指定金融機関業務を移管されていたこともあり、それにふさわしい称号に変更する必要があるとして1951年に京都銀行に業を改めた。さらに1953年には本店を京都市の現在地、旧高島屋とに移転している。その後、京都市内における店舗拡大策として、都銀をはじめとしたた銀行の支店の譲り受けや自主出店によってほを増やした。 その一方で1980年代に不買支店の大部分を整理している。1998年6月、柏原康夫が頭取に就任する。当時経験も少なからず不良債権を抱えており、担当部署から先日の株式含み益によって不良債権を処理する案が苦心された。しかし、含み益を使用した場合には保有株式の母価が上昇し、 経営基盤が弱体化するため、それは使用せず、就任1年目はあえて赤字決算を計上した。その自分、経銀の資金量は、地銀会において15から16位程度につける、横ばいの状態が続き、周囲の金融機関を見渡してもリストラが横行していた。そうした中、柏原は銀行の規模を拡大することによって、収益力を高めていく。 成長戦略に舵を切った。だが、京都はメガバンクの他有力新金も存在する全国有数の金融激戦地であるため、府内で資金量を増やすことは至難の業であった。そこで、隣接県に出店して規模を拡大していく方針を定めた。それに沿って、二千年十二月に滋賀県草津市に新規出店したことを皮切りに、広域型地銀を標榜し店舗の連続性を 考えながら、水が染み通るように出店を重ね、市が、大阪、奈良へと店舗網を拡張。さらに兵庫にも天川崎支店、2004年12月、神戸支店、2005年9月、川西支店、2007年10月、六甲道支店、同11月を開設するに至っている。また、2011年4月にはかつて撤退した、名古屋支店を再出店。それに先立って、 2011年1月より、中京広域圏、テレビ愛知含むでのテレビ CM 放送を開始している。このほか、2015年12月には、東京支店を営業部に昇格し人員を10名増員したほか、2016年7月19日には、愛知県下2点目となる、刈谷支店及び、刈谷住宅ローンプラザを刈谷市に開設した。 これによって2000年以降の出店は50店舗超を数えた。京銀は後発であるため、京都市の指定金融機関には指定されず、またしないシェア、預金1兆円以上の金融機関のみでも、三菱 UFJ 銀行や京都中央信用金庫、京都信用金庫、三井住友銀行などと分け合っている。旧三和銀行の流れを組み、京都でのシェアが高い MUFG は、 府内預金シェア約15%、貸出シェア10%で、預金、貸出とも同行に次ぐに、京都中央、京都信用金庫を抜いた模様、京都府の水道機関業務を京都中央新金が誇示したため、京銀が、カラスマタカツジに本店を建設したとの話がある。また、上記の経緯から、 京都市との結びつきは少ないが、負荷の多市町村とは、中体も強く、京都市北では、京都北都信用金庫と、並び重要な地位を占めている。京阪電気鉄道と提携して、駅構内 ATM、ステーション ATM 駅バンクを主要駅に展開している。親密取引先を含む、ほか、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。